デブだし、ブスだし、存在意義ねえよ。お前何やってんだよ。あっち行こう、玉ねぎちゃん。俺が手伝うからさ、あいつのこと見返してやろうぜ。私、変わりたい。じゃあまずは服脱いで。え、ちょっと何するんですか。安心しろって、お前みたいな田舎者に興味ねえから。てか、こんなみすぼらしい服どこで買ったの。島村にも売ってねえぞ。まあいいや、次は凝り固まった肩をほぐすために包丁で肩叩きね。土臭い口臭を抑えるにはこれ、バター風味のフレグランス。冬場は寒いから暖房もつけてあげないとね。直火で熱した金属製の床暖房なんだけど、どう、あったかいでしょ。あったかい。そしたら次は牛乳ローションで敏感肌を保湿して、2枚刃付きの高速メリーゴーランド。再び床暖房でダイエットさせて、コンソメでグラマラスに。オリーブオイルとドライパセリでメイクしたら完成。私可愛くなったかも。こんだけ垢抜けしても前と同じことできんのかよ。こんな短期間で変わるわけねえだろ。これは冷めた上の性格すらも温かく包み込んでくれる包容力。ほら、前と同じことしてみろよ。ダメだ、我慢できない。痛い。口ベタベタしちゃうし、存在意義ねえよ。お前何やってんだよ。あっち行こう、納豆ちゃん。俺が手伝うからさ、あいつのこと見返してやろうぜ。私、変わりたい。じゃあまずはそのくっせえ粘り気を活用したねっとりぐっちょりマッサージからね。ねっとりマッサージ、気持ちいい。刺したら気持ちよさそうな鋭い包丁でコッパみじんにマッサージして自家製引き割り。痛い。いや、わかったわかった、治療してあげるから騒ぐなって。間違って切っちゃった傷口にタレとからしの消毒液をガシガシ塗りつけて、みじん切りにした長ネギの絆創膏をつけてあげる。ふざけんな、痛いよ。そしたら焼き海苔のベッドに酢飯のマットレスを乗せて、ここに寝かせてあげる。優しくガシガシ巻いたら、再び包丁で全身マッサージしたら完成。あれ、私可愛くなったかも。こんだけ垢抜けしても前と同じことできんのかよ。こんな短期間で変わるわけねえだろ。焦げはひねくれた上の性格すらもつかせてくれるほど粘着力。ほら、前と同じことしてみろよ。ダメだ、我慢できない。痛い。生口ビタビタしてるし、そんな意味ねえよ。お前何やってんだよ。あっち行こう、鳥もも肉ちゃん。俺が手伝うからさ、あいつのこと見返してやろうぜ。私、変わりたい。じゃあまずはそのブスな顔面を麻酔なし包丁で整形してあげるね。え、どういうこと言った。あ、ごめん、さすがに痛かったよね。そんな時はとりあえず傷口に酒、オリーブオイル、クレイジーソルト、ブラックペッパーをガシガシすり込んで消毒しておけば OK。 何が OK だよ、このやべえシャバ。冗談はよしてよ、麻酔なしで顔切り刻んだくらいで大げさな。この盛大な宇宙からしたら君のその傷口なんてちっぽけだなって思わない。でもまあしょうがないから、今回は特別にトマトの絆創膏を貼っておくね。じゃがいもとチーズの飲み薬も処方して、とどめに220度の部屋にぶち込んでインフル予防したら完成。あれ、私可愛くなったかも。こんだけ垢抜けしても前と同じことできんのかよ。こんな短期間で変わるわけねえだろ。これは陰湿な上の心すら安らかにしてくれるほどの安心感。ほら、マーと同じことしてみろよ。ダメだ、我慢できない。痛い。家庭費かくばっているし、存在意義ねえよ。お前何やってんだよ。あっち行こう、切り餅ちゃん。俺が手伝うからさ、あいつのこと見返してやろうぜ。私、変わりたい。じゃあまずはその凝り固まった根性を一から叩き直すために、全身もみもみ角切りマッサージからね。いけえな、おい、ふざけんじゃねえよ。せっかくの固まった根性を切り刻んでどうすんだよ。そしたら次は180度の床暖房に突っ込んで、お気持ち程度の水をぶっかけたら、今度は全身グッツグッツ灼熱マッサージ。ほら見ろ、あれほど凝り固まった体がもっちりしてきたでしょ。そしたらチーズのシャワーをぶっかけて、さらに可愛くなるために顔面を8等分に切る。仕上げに蜂蜜ローションとブラックペッパーのパウダーで整えたら完成。え、ちょっと待って、もしかして私可愛くなったかも。こんだけ垢抜けしても前と同じことできんのかよ。こんな短期間で変わるわけねえだろ。こげは腐り切ったワインの根性すら叩き直してくれるほどのモチベ感。ほら、前と同じことしてみろよ。ダメだ、我慢できない。痛い。あげーひ、気持ちはあげーひ、存在意義ねえよ。お前何やってんだよ。あっち行こう、エビちゃん。俺が手伝うからさ、あいつのこと見返してやろうぜ。私、変わりたい。ドキドキはちゃめちゃ死にかけ垢抜け大作戦。え、死にかけ大作戦。じゃあまずは手始めに、その舐め腐った頭と赤い皮膚、手足と尻尾を削ぎ落としていきましょうね。そしたら仏のような優しい心で、片栗粉と水でゴリ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 揉みほぐすように、全身にボディーブローもかまして、傷口にお塩もゴリゴリ塗り込んであげましょうね。お前 TV 経験者かよ。副菜の気持ち考えたことあんのかよ。卵液ローションでぬめらせて、片栗粉のベッドに無理やり押し倒したら、そのまま全力で180度の油のお風呂に放り込む。最後にこれらの材料で激辛チリソースを作って拷問したら完成。あれ、私可愛くなったかも。こんだけ垢抜けしても前と同じことできんのかよ。こんな短期間で変わるわけねえだろ。ポケはクソみたいな上の心ですら、猫すぎ優しく温めてくれるほどの情熱。ほら、さっきと同じことしてみろよ。ダメだ、我慢できない。
たい。青くせえ日、ボコボコしてる日、存在意義ねえよ。お前何やってんだよ。あっち行こう、ピーマンちゃん。俺が手伝うからさ、あいつのこと見返してやろうぜ。私、変わりない。じゃあ、青くせえからとりあえず顔面真っ二つに切らせて、ついでに種もえぐり出しとくね。ひでえ。しょうがないから、薄力粉の粉末消毒剤でも塗っておいてあげる。そんなの意味ねえに決まってんだろ。お前、脳みそ足りてねえだろ。いくらなんでも青くせえ君に言われる筋合いはないよ。誰のおかげで綺麗になれると思ってんの。この世にはね、可愛くなりたくてもなかなかなれないブスだっていっぱいいるの。せっかく可愛くなれるんだから感謝しないよ、僕に。顔面にありったけの肉だね詰め込んで、180度の床暖房にイン。オイスターソース、酒、みりんのタレに絡めたら完成。あれ、私可愛くなったかも。こんだけ垢抜けしても前と同じことできんのかよ。こんな短期間に変わるわけねえだろ。ホケはボスの愛の心ですら浄化させてくれるほどの一体感。ほら、前と同じことしてみろよ。誰が我慢できない。痛い。シワシワだし、スルッペーし、存在意義ねえよ。お前何やってんだよ。あっち行こう、梅ちゃん。俺が手伝うからさ、あいつのこと見返してやろうぜ。私、変わりたい。じゃあまずはお仕置きからだね。シワだらけのその体を優しくネチョネチョ揉みしだいたら、包丁で全身マッサージ。これ肩に効くんだよ。ほら、気持ちいいでしょ。めっちゃ気持ちいい。ねえ、もっと私のことピリ刻んでよ。マッサージのやりすぎは良くないから一旦待っててね。そしたら君のためにプレゼントを準備しよう。スライス玉ねぎとみじん切りにしたニンニク、千切りにしたキュウリと大葉。よし、準備完了。あとは180度のあったかい金属板の上に君を放り投げるだけ。最後にキュウリ、大葉、ブラックペッパー、パルメザンチーズでおしゃれしたら完成。私可愛くなったかも。こんだけ垢抜けしても前と同じことできんのかよ。こんな短期間で変わるわけねえだろ。コキーは、じっとりした上のせっかくさっぱりさせてくれるほどの寒い。ほら、さっきと同じことしてみろよ。とびらかまんできない。かけえし、ひやがねえし、存在意義ねえよ。お前何やってんだよ。あっち行こう、アサリちゃん。俺が手伝うからさ、あいつのこと見返してやろうぜ。私、変わりたい。ってことで、まずは水泳の練習から。え、可愛くなるために水泳って必要なの？塩分 3% 濃度の水に死なない程度に1時間溺れさせて、呼吸を止めさせる。体に詰め込んだ砂を出してあげないと汚ねえからね。お前それレディに言う言葉じゃねえぞ。そしたらブレスケアの代わりにニンニクと鷹の爪のガムを噛んで口臭ケア。わっくっそ。そしたらとどめに100度の白ワイン蒸し風呂だね。最後にケッパー、ブラックオリーブ、ホワイトマッシュルーム、ミントマト、アンチョビ、イタリアンパセリのきらびやかなドレスで着飾ったらアサリちゃんの白ワイン蒸しプッタネスカ風の完成。え、ちょっと待って、私可愛くなったかも。こんだけ垢抜けしても前と同じことできんのかよ。こんな短期間で変わるわけねえだろ。コキーはインド変化ガチ勢のワイデスラヨーロッパへ旅立ちたくなるほどのお茶感。ほら、さっきと同じことしてみろよ。ダメだ、我慢できない。ドヒ、甘々しいし、肉肉しいし、存在意義ねえよ。お前何やってんだよ。あっち行こう、豚ももちゃん。俺が手伝うからさ、あいつのこと見返してやろうぜ。私、変わりたい。必殺フォーク、串刺しの刑。ごめんごめん、このワクチンはちょっと効きすぎたかな。とりあえず傷口に回復薬の塩、ブラックペッパー、ドライローズマリーを優しくガシガシ塗りつけておくね。痛い。え、何これ気持ちいい。でしょ。ついでに口臭を抑えるためのニンニクのハミヤヒコを口の中にぶち込んだら、息ができないように真空状態の袋に入れて、63度のお風呂に4時間半の間頭まで潜らせる。いい湯だな。200度を超える岩盤浴にぶち込んで、仕上げに粒マスタード、マヨネーズ、蜂蜜、醤油で作ったハニーマスタードのシャンプーで頭を洗った後に、バルサミコ酢と蜂蜜で作ったバルサミコトリートメントを優しくガシガシしたら、ローストポークの完成。私可愛くなったかも。こんだけ垢抜けしても前と同じことできんのかよ。こんな短期間で変わるわけねえだろ。コキーはみっともない陰湿な上の顔面ですらイケメンになってしまうほどのジューシーさ。ほら、さっきと同じことしてみろよ。ダメだ、我慢できない。痛い。細長いし、イエベだし、存在意義ねえよ。お前何やってんだよ。あっち行こう、バナナちゃん。俺が手伝うからさ、あいつのこと見返してやろうぜ。私、変わりたい。それじゃあまずは去勢用の包丁でその細長いのを優しくザクザクコッパみじんにしとくね。ねえ、ちょっと、それだけはダメだってな。ああ、ちょっと、痛いわよ、ちょっと。ちょっと騒がないでよ。大声出すから間違えて裏越しマッサージまでしちゃったじゃん。ああ、もう君の大好物のブラックチョコレートあげるからさ、いい歳したオカマがそんなに泣かないでよ。あら、ブラックチョコじゃない、嬉しいわ。てかあれ、去勢したからもうオカマじゃなくて女の子か。てことでナパージュで顔を保湿してスペアミントのシュシュをつけたら生チョコバナーヌタルトの完成。私可愛くなったかも。こんだけ垢抜けしても前と同じことできんのか。こんな短期間で変わるわけねえだろ。呼吸はいい質のお前ですが、思わず女の子になってしまいたくなるほどの甘味。ほら、前と同じことしてみろよ。ダメだ、我慢できない。